今からまずね、最初はもうバターを一旦全部溶かしてからじゃないと。で、次使う材料をここに用意しておきます。すぐに入れられるように用意しておきます。はい、さっき同様パチパチ音がしてきました、ね、音がしてきました。こういうきつね色のね、塊がほら出てきましたね。これぐらいになったら、これぐらいになったら火を止めてね、まずパセリ、それからケッパー、レモンは絞っていますので、火は止めてるね。こうやってよくかき混ぜて、まあレモンはもう皮はいらない。これをお魚の上にかけていきます。とても簡単です、ね、香りもすごくいいですよね。はい、それでですね、このように作ってください。